こんにちは。ダイソーイオンモール京都店さんに行っていくつか買ってきたので紹介したいと思います。まずこちら、こだわりのみさらしコーヒーフィルター、無漂白タイプ 100% バージンパルプ、自然の風味を楽しむ安心の無漂白タイプって書いてますね。なんか詳しいことはよくわからないですけれど、安心の無漂白タイプだそうです。まあ、コーヒーフィルターですね。4杯から7杯用の買ってきました。日本製で70枚入ってます。これ、これのもうちょっと小さいやつで枚数多いのもあるので、またちょっとしか1回につきちょっとしかコーヒー作らない人はそちらの方がいいかなと思います。でこれここがね平らになってるんですけれど、なんて言うんですか、ハンドドリップの上のカップの部分、ドリッパーっていうんですかね、ちょっと忘れちゃったんですけど、ドリッパーっていうんですかね、このカップの部分の下が平ら、このカップの部分の下の部分がドリッパーっていうのかわかんないんですけど、下の部分が平らのやつなんですね。これはでも円形のも売ってるんで、私は別に平らのでも円形のでも平らの使っちゃうんですけれど、やっぱり円形のは円形の使いたいっていう人はそちら買ってください。はい、裏はこんな感じ。あんまり写りが悪いんで見えないかもしれないんですけれど、裏はこんな感じですね。表はこんな感じ。はい、では次いきます。次こんなスプーン、デザートスプーンを買いました。4本入りです。デザートスプーンなんですけど、まあデザートスプーンでちょっと小さいかなって思いますけど、カレーライスでも食べれそうです。長さは 17.2cm で、材質はステンレススチールだそうです。でここになんか書いてますね。はい、これ4本も入って100円なのでお得だと思います。はい、次いきます。なんかこんなタオル買いました。柄が可愛かったので2つ買いました。マイクロファイバーフェイスタオルです。サイズは 32cm×73cm だそうです。なんか下の方に 12.6インチ×28.7インチって書いてあるんですけど、インチがちょっと私忘れちゃって、なんだろう、皆さんもセンチの方が分かるんじゃないでしょうか。 32cm×73cm です。裏というかこんな感じ。はいね、では次、こちら行きましょう。はい、これペットボトル洗いですね。なんかコップ洗いみたいなの、水筒の中洗うやつ、もうちょっと大きいやつも売ってたりするんですけれど、それは皆さん知ってるかな。なんかそれの小さいバージョン、ペットボトルの入り口が小さくても入るサイズですね。隅まで届くコンパクトヘッドとかなんか書いてますね。なんか裏はこんな感じ。はいね、200ml から2リットルまでのペットボトルが洗えるとか言って書いてます。説明ありますね、そのように。まあそんな感じですね。はい、長いです。長いので映らないんじゃないかな。あ、映った。まあこんな感じですね。近くによるとこんな感じ。はい、まあ、これも100円。では次、はい、これアルカリ電解水 100% クリーナーですね。はい、これこの間詰め替えを買って、このボトルっていうんですか、スプレーのボトルがなくって、もうコロナになった時あたりから、まあ、詰め替え用のはいくつか見たとして、もう詰め替え用もなかなかなかった、最初はなかったり、コロナがすごい
全盛期というかの時はなかったりしたんですけれど、2月か3月かそれぐらいはなかったりしたんですけれど、まあそのうち詰め替え用は見る感じになってきて、それでもボトルは全然見なくって、やっと今6月になって、あのね、これ一つしかなかったですね。私がいつも閉店間際ぐらいに行くからそうなのかもしれないですけれど、閉店間際とか夕方にしか行かないからそうなのかもしれないですけど、ありました。もしかしたら開店の時とかはあったかもしれないですね、わからない。はい、まあどういうとこに使うかっていうと、リビングとかキッチンとかベビー用品とかですね、洗剤を使いたくない場所にっていう感じですね。界面活性剤不使用とか、なんかそういう感じのことが書いてますね。界面活性剤不使用か、あ、読み仮名合ってるかな、なんかそんなことが書いてます。一応、除菌消臭って書いてます。はい、日本製激落ち、V って書いてますね。はい、まあリビング、キッチン、ベビー用品、あの私あのフローリングとかでもね拭くときに使ったり、ちょっとあのテレビ周りとか拭き掃除するとこにも使ったりします。洗面台とかも使ったりしますね。なんかいろんな種類、これいろんなね、おちおちくんこの部位、あのダイソーでいろんな種類がありますね。なんか重曹とかもあるし、セスキとかもあるし、なんかもう一個ありましたよ、もう二個ぐらいあったかな。はい、なんかいろんな種類のが、なんか水垢が落ちやすいやつとかなんか あったりするので、またよかったら見に行ってみてください。まあ、裏はこんな、あららら、裏はこんな感じです。はい、裏はこんな感じ、前はこんな感じ。はい、では次いきます。ですね、これ、はい、最後、ソフト歯間ブラシ、これも100円です。私なんかね、私は SS から M サイズのやつを買ったんですけれど、なんかいろんなサイズがありましたよ。なんかね、なんだろう、何サイズだったか、これの小さい、この SS から M サイズよりさらに小さいサイズがありました。それとこれより大きいサイズもありましたね。そんな感じで、あとこれはなんかワイヤーではなくってプラスチックかなんかなんですけれど、なんかワイヤーのやつもありましたね、いろいろ。あと糸ようじみたいな、なんか弓形の糸ようじみたいなの、なんか棒がついて弓形の糸ようじみたいなのもありましたし、なんかまた行ってみてください。ダイソーによってね、なんか置いてるものが違ったりもするかもしれないですけれど、まあはい、こう歯ブラシした後とかにね、最後の手入れでこれをシュシュッとやってね、食べ残しなしみたいな、はい、感じですよね。はい、こんな、裏はそんな感じで表はこんな感じ。あ、15本入りです。ワイヤーを使わない、ラバータイプって書いてます。なんかラバーって意味わかんないんですけれど、ごめんなさい。ね、歯間の食べかす、歯石をすっきり、清掃って書いてます。はい、歯茎に優しいソフト歯間ブラシって書いてますね。まあそんな感じです。それでは次、申し訳ない、お、このカゴ買ったんですけど、カゴが大きすぎて映りません。ちょっと 回して映るとこだけ見てください。まあこんなシンプルなカゴです。さすがに大きいので100円ではありません。500円です。消費税合わせたら550円ですね。もうまあなんていうか、大きなカゴが、食材を入れるのに大きなカゴが欲しかったんですけど、大きさは 55cm×35cm× 高さが 22.5cm です。
はい、そんな感じですね。こんな感じ、もう一回回してみます。こんな感じ、裏はこんな感じ、普通のシンプルな裏。裏ね、こんな感じ。はい、で今回のお買い物は以上なんですけれど、ちょっと番外編で、家がねダイソーの近くにあるんでたまに行くんですけれど、あの今回じゃなくてこの間行った時になんか良かったものを紹介したいと思います。こちら、大根おろしですね。なんか丸い大根おろしをよく見るんじゃないかと思うんですけど、丸い穴の大根おろしをよく見るんじゃないかなと思うんですけれど、これはなんかちょっと穴が大きくて長細い長方形っぽい感じでできてますね。やっぱりね、丸い穴の大根おろしですると、すごく力もいるし、時間もかかるしって感じなんですけど、これは、まあ力はいるんですけど、丸いやつと同じで力はいるんですけれど、丸い穴の大根おろしより、こっちの長細い穴の大根おろしの方が、早くすれるような気がします。まあそういうことで。よかったら試してください。これも100円です。消費税合わせると110円ですね。はい。で、あとこれ、こんな形の、スライサーですね。結構擦れやすいですよ。なんかまあまあもう100円でいい働きをしてくれてます。スライサー、こうきゅうりの皮むくとかね。なんか人参の皮むくとかね、スイスイむけます。これで、はい、これも100円、ね、あ、これはまだ使ってないんですけど、こんなのも売ってました。人参の細切りみたいな、千切りみたいなのがこれをするだけでできちゃうね。大根もだからこれで千切りみたいなのできちゃうんじゃないかな。なんかここがねギザギザになってるんですよね。なんかそんな感じです。まあ以上です。まあくるっと回しとこうかな。最後以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。